ギルモレオサウルスは、白亜紀に、アジアに生息した、長脚類恐竜の属である。タイプ種は、ギルモレアソリスマンゴリンススで、ハドロサウルス類もしくはイグアノドン化に属していると、見られる。化石は、モンゴルのイレンダバス類相の7000万年前の、地層から発見されている。さらに、ウズベキスタンのコザクル類相の1億2000万年、前の地層から発見された。 ジー・ G アテバスとビッセクティル遺草の8900万年前の地層から発見されたジー・アーグンジェルスケがこの属に含まれる。しかしこれらの種は断片的な化石に基づいており、分類は疑わしい。一般的にはパクトロサウルス属の種とされるジー・キースセルクメンシスもこの属の種とされることもある。マンドウスクロソリス・マンゴリーンススの右の上ワンコツと、 尺骨ギルモレオサウルスの最初の化石は1923年にジョージ・オルセンにより収集されたもので、異なる場所で発見された複数の個体のバラバラになった骨により構成されている。これらは最初、マンチュロサウルス属のものとされたが、後にギルモレオサウルス属として分離された。基盤的なイグアノドンティアとより、派生的なハドロサウルス化の特徴を合わせ持っている。 正確な分類上の位置についてはコンセンサスを得るには至っていないが、マルケス・オンレルによる大規模な系統解析によれば、ハドロサウルス科の外群に近い位置に位置している。2003年、ギルモレオサウルスの化石から血管種、類研形成繊維種、転移岩及び、コズガ細胞種といった主要の痕跡が発見された。ロスチャイドラにより、CT、 関節 X 線撮影での調査は他の恐竜の椎骨でも行われ、その結果ブラキロフォーサウルス、エドモントサウルス、バクトロサウルスといった他のハドロサウルス類でも主要の痕跡が見つかった。1万以上の化石について同じ調査が行われたが、主要の痕跡はギルモレオサウルスとその近縁属のみに見られた。この主要は、 環境要因によるものかもしくは遺伝的性質によるものの可能性がある。ありがとうございます。